ボソさん、ボソさんはね、常に真面目な顔してます。顔が真面目、食べてる時も真面目、ハス黒いしてる時も真面目、とにかく真面目なんですね。なんかこうちょっと息を抜いたらいかがですかって思う時もあるんだけども、真面目です。顔つきがね、そもそもブト君と違うので、目がクリクリっとして可愛いのはブト君かななんて思うんだけど、でもね、ボソさんはボソさんでまたね、独特の可愛さがあってね、一番困るのがね、年齢とか体重聞かれるよりも、ブトとボソどっちが好きですかと、こんな困る質問されることは私にはありません。なので聞かないでください。こうつけがたいです。ね、というわけでですね、札幌カラス研究会の中村真紀子さんも動画の中でねおっしゃってましたけども、一番困る質問っていうのがね、ボソさんとブト君どっちが好きですかという質問ね。これはなかなかね、まあね、正直タビちゃんがうちに来た時はやっぱカラスってブトの方が可愛いなと思いました。ボソさんはね、やっぱりタビちゃん来た時ちょっと目つきも悪かったしね、真面目そうな神経質そうな感じでね、ちょっとめんどくさいなってね感じがねね、今全然違うね、タビね、可愛い顔になったね。ニクルちゃんはいつもねこんな感じなんでね、で口におやついっぱい入っててまたペリカンになってます。まあ、クーちゃんはまあ特に性格がどういうわけだかこういうね仕上がりになって、なかなかね、カラスを保護してらっしゃる方もうちに来てクーちゃんを見ると、クーちゃんは可愛いって言いますね。ちょっと特別な仕上がりになりました、クーちゃんは。ね、やられたね、旅お姉ちゃん怖いね、クー。くーちゃん今頭がねモコってなってますけど、これちょっと緊張してますね、ちょっと警戒してね、頭の毛がモコってなってます。ダビちゃん、くーちゃんのことさ驚かさないでくれる？ダビね、ダビちゃん、なでなで、なかなかいいコンビですね。ね、お互いのねいいところをね見て学んでね、タビ、タビちゃん、タビちゃんもうほんとこんなになれましたね。なんでなんで、お、うちね鳩普通に飛んでるしね。ね、お外と変わんないね。